はい、別館なんですけども、まあ、高清水さんはね青森出身というね、はい、生まれも育ちも青森で、ね、20歳過ぎてからこっちに来たという。でもこっちの方長くなっちゃいましたけど。なるほどね。ところでね、青森にはその、津軽南部ってあるじゃないですか。はい、ありますよ。あのやっぱり青森の中でも気質が違うっていうのを前聞いたんだけど。全く違います。あ、違うだから津軽と南部、あ、ここにあと、あの下北もあるんですけれども、言葉で言うと、言葉も通じませんし、それから言葉通じないですよ。はい、で全く違う言葉ですので通じないし、あの食事というか食文化というか気質も違います。ですからもう津軽は津軽、南部は南部っていう形で、本当に今もあまり仲良くないですよ。で言葉が違いますから、例えばあの私は両方聞き取れるんですけれども、あの津軽語と南部語の、そして日本語の、はい、もう3つの言葉聞き取ることができますけれども、だいぶ違うのやっぱり、まあ、前も紹介したことあるかもしれないんですけど、あの例えばそれじゃダメでし、ダメよねっていう、これダメ、これダメ、それだったらダメよねって、これ共通語、これを津軽弁で言うと、フランス語のようになるんですよ。どうなるの？セバダバマイネビョン言えます？セバダバマイネビョン、セバダバマイビョン、マイビョンニョンノンとか下回る、ね、すごいね、まあ、これが津軽、セバダバマイネビョンね、これが津軽。とても日本語とは思えない。すごいね。こちら、あの、あの南部地方、今のは津軽、津軽。で、南部は同じ言葉でも、スイダバダメじゃん。スイダ、スイダバワガネ。ああ。スイダバワガネ。でもそっちの方が、通じます。なんか青森っぽい感じのイメージやね、こちらの。スイダバ。スイダバワガネ。スイバダワガネ、ワガネ、ワガネっていうのは分かりませんっていうことじゃなくてダメですよっていう意味なんです。でもあのなんか、はい、ががっていうね、あがスイバダワガネって、あ、なんかセバダバマイネビョン、言えます、言えます、マイナビョンっていうのが、はい、よく分かんないけど、ね、ビョンっていうのがね、そのあとあの津軽弁には男言葉と女言葉が残ってるんですよ。ですから女言葉の方はとっても穏やかなんですが、男言葉の方はすごく激しいので聞き取りづらいかもしれません。はい、あとですね、あの感嘆詞、こう驚いた時に言う言葉がワイハーって言うんです。ワイハーって言うの、そうで私が初めてテレビの業界に入った時、あの時はコーヒーはヒーコーとか逆に言葉を、でその時にあるディレクターさんがワイハって言ったんですよ。ワイハ、ワイハ、あの夏休みはねワイハだねってこんな感じで言ってて、ワイハ、夏休みワイハってハワイ、そう夏休みはハワイに行くんだよって、あの夏休みはねって、あの自分はねワイハなんだって、ワイハってどうしたんだろうって、なんかすごくとんでもない目に合うのかしらと思って聞いたら、そうじゃなくて津軽弁の簡単詞、驚いた時にはワイハっていうんです、ワイハって言うんです。だからこれは全然あの津軽で、あの津軽の言葉でハワイのこと言ってるわけではないんです。はい、だからこれ言えたら結構な通だと思いますし、あとそうですね、あのお金に関しても津軽、あの青森の言葉は割とこれおしゃれかなっていうのがあるんです。小銭のことをダラッコって言うんです。ダラスコ、ダラッコ、ダラッコ、これはダラダラ、アメリカのダラにコをつけてダラッコ、これが小銭のことなんです。ああそうなの、はい、という意味ではもう津軽のお料理も南部のお料理も違いますし、津軽では何でしょう、まあ、リンゴが中心であ あるんですけれども、津軽飴っていうのがあるんですね。津軽飴、飴、あのそれは南部せんべいにあのこうこうとろっとした飴をつけたものを挟んで売ってるの、これ津軽飴っていうんです。はい、ところが南部からすると、いや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 、南部せんべい使ってるんだから津軽を名乗んないでよっていう感じになっててでも同じようなものを今度は南部の方で飴を使って、今度はこっちの方はあの南部飴っていう風にして津軽と南部でこう命名一つとっても割とこうあの同じ商品でも呼び名が違ったり、こう相反するところがあったりして、でも人柄はどっちもいいんですよ、まあ、間違いなくいいんです。あのところで高島さん自体は津軽になるわけ、私が生まれたのは下北半島なんです。また下北半島もこう会津藩の流れがあって、あのちょっと言葉があの違ったりはするんですけれども、どっちかっていうと下北も南部に入ってるんですよね。南部の方にある、はい、でこ、 あのこっちは
津軽で、うん、やっぱり津軽為信さんが、うん、あのね、うん、津軽藩で有名なんですが、うん、津軽為信さんが実はあの当時自分のなんかこう、うん、なんだこうあの野心のある方ですから、うんうん、豊臣秀吉にあの津軽牝っていうことで、うん、あの献上したんですよ牝を。でも、はい、あれっていうのは津軽牝って言われてるんですが南部の木なんですよあれ今の日これはね言われてる津軽牝って言われてる津軽牝じゃないあれは南部地方こうちゃんと分ければ南部地方にある木を持って行ってこれは自分のところの津軽の牝ですっていうことで豊臣秀吉に献上してっていう話があってでも卑怯者じゃないっていう意識は南部の方からしたらあるかもしれないです、ね、面白いね、はい、その対抗意識ってのはねですからよくあのテレビ局でも津軽と南部っていうのはもうなんか人もうあの言葉が通じないっていうことで特集されてますがあれあの番組の企画で言葉が通じないっていうふうにやってるわけじゃない本当に通じないんですあそうだろうね、はい、今のお話聞くと最初のなんとか、はいうん、フランス語あフランス語的な それじゃダメでしょうセバダバマイネビョンセバダバマイネビョンセバダバこれ解説しますねセバダバっていうのはあのそれだったらっていうあセバダバあそうかバダバそれだったらあ分かるそれだったらマイネっていうのはあのダメっていうマイネはダメあの、ま、マイがないっていうことだからマイっては私っていうことなのかなんだマイネっていうのはダメってセバダバマイネまで分かったねじゃあセバダバマイネ、うん、ビョンはそのあのですみたいなあそういうあれがビョンってやつ、はいはい、ビョンあとねその語尾に関してはビョンの他にもあるんですキャなんですキャキャキャそいだば前にキャってキャッとかそれは本当普通だと分かんないねいや分からないと思いますねあのだから年配のね、うん、すごいそれしか喋れないような人だったら私もそれはあの、うん、超上級じゃないと聞き取れませんねすごいね、はい、でもねで事件となどで例えばあの他の日テレ時代ですけれども、うん、スタッフが青森に行ってこうインタビューを取ってくるんですね、うん、でインタビューを取ってきて持って帰ったんだけれども、うん、字幕を入れることができないな日テレかだから高清水ちょっとこれ見てちょうだい、うん、で逆に英語とかフランス語とかイタリア語とかスペイン語だったら辞書を引いてそれを調べることはできるけれども、うんうんね、津軽弁や南部弁の辞書がないので耳で聞いてヒアリングでそれで文字起こししてくれっていうのが、うんあのなんか特徴的な仕事の一つでもありましたね。はい、あれ何気質的にはそのね、はい、あるのその例えば津軽気質とね。そうですね。津軽は割とあのこう目立つっていうか、うん、割とこう自己主張というか自己表現が上手だと思います。南部地方の方はとっても控えめな感じですね。はい、あのこう自分がというよりはこう。うんうん調和をとってみんなでっていう感じがしますね、はい、そもそも南部藩だったところから謀反を起こして津軽藩っていうのがその為信さんだったんですからああかまず基本は南部があったところから基本が南部なんですよ基本は南部、はい、そっち行ったっていうことがあるのでその何百年も前の歴史をやっぱり南部の皆さんは分かってるし、まあ、津軽は津軽でそうやってやっぱり自分たちで開拓してできてきたっていう自信というんでしょうか ね、うん、あとよくあの田舎臭いって言葉あるじゃないですか、うんうんうん、田舎っぽいとか、うんうん、あの田舎っていうのはちょっとこう恥ずかしいとかっていう意識って、うん、あの あるって聞くんですが、まあ、どん臭いとかね、はい、言い方あるもんねでも青森はその田舎臭いの売りにしてるんです田舎臭いんじゃない田舎なんですよだからそれを売りにしてやってるのですごく強いんですねなるほどね、はい、そういうところにコンプレックス持たないっていうね、うん、持たないですねすごいですよ、はい、だから吉幾三さんにしてもその津軽を思いっきり出しながら言葉でもそれで出しながら言ってるっていうパワフルですねそうだよね、はい、吉幾三さんはどっちだろう、はい、津軽です完全に津軽ですね完全に津軽ね、はいはい、で南部で有名なのは菅原都鶴子さんってほ月がとっても青いからあのうちの親戚でもあるんですけれどもねはいあのなんかこう上品な感じのっていう月がとっても青いから遠回りして帰ろうっていうね、はいはい、そうですあの歌手の、はいはい、あなるほどね、それともう最後にもう一つ聞きたいのは何でも聞いてください ねぶたあねぶたね有名じゃない、はい、あれねぶたとねぶたとかね、はいはい、あれもなんか津軽とか南部とかいろいろあるの南部はねぶたないんです三社大祭という全く違うお祭りねぶたというのでねぶたというのが津軽のお祭りでねぶたはあの青森で人形型のこんな
もので、うんうんうん、でネプタっていうのは扇形の弘前の本当に静かにしずしずという出陣前の静かな感じの、ああそういうことか、掛け声もやーやどーっていうのがネプタ、そして、はい、ラッセラーラッセラーって走ってもう飛び跳ねるのがこれがねぶた青森なんです。今年全部それも中止になっちゃいましたけど ね、はい、なんとまあ ね、はい、いや聞いてみると青森深いね、深いですよ、ね、ぜひ皆様 はい、お越しいただきたいですよ。 それとね、はい、私今青森行ったことあるんだけど、うん、下北半島に行ったことまだないんだよね、あそこもねいいちょっと電車で行ったら、はい、ちょっと冬とか秋とか寂しくてね、電車もね、うん、あの、まあ、バスのような一両の大港線っていうのが、はい、しずしずとこの浜那須ラインをずっと上がっていくんですよね。あのそうですね、あっちに行くとそうですね、あの大間のマグロ、美味しいところでは大間のマグロ、あと恐山もとっても雰囲気のある、ね、はい、イタコさんと言いまして先祖をこう呼んでくれて話をして教えて、お姉様やご両親もこう下ろしてお話聞くことができるんですが、ね、ただ聞き取れるかどうかは保証しないです。はい、なんかマリリンモンド呼んでくれって言ったら、マリリンモンドだなんつってね、あの、ありましたよテレビの企画で、ね、はいはい、奥深い青森です。はい、というようなことで、はい、まあちょっとうちも言おうと思ってみましたけど、これで十分だと思いますね。青森は深いです、青森深いです、はい、はい、ということで以上です。以上です。